くせもともと歌好きのお客さん多いんです。でその中でもやっぱり歌の上手い人が多いんです。で結婚してこっちに来ました。で子供を一人育てていくのに、で育ての親なんです。だから育ての親にも迷惑かけれんと思って、にここ14年やらせてもらったんですけど、あのお客さん同士が仲間になるんです。今日はね、倉敷にやってきたんですけども、この倉敷駅前にはね、飲み屋街があります。結構ね、この外にはキャッチの方が立っています。ちょっとおすすめのお店があるということで、ちょっと来ました。どうですか、夜の街は。いや、もうめっちゃ暇ですね。どうにもならないです、最近はコロナで何階だったかな。3階ね。3階にお店あるので、ちょっと今日こちらお邪魔します。僕行ったことないので、もう3階でやね、というか。で今日のお店がどこですか。花で、ちょっとお邪魔、恐る恐るお邪魔するんですけど、これどういったお店ですか。まあママがちょっと、あ、ちょっといい、怖いです、いいことつい。初めてなんですけども、はい、なんか面白い店と聞いたんですけど、今日のお連れの友達から聞いて、私の顔がまず誰が面白いのすごいなんか声が特徴的というか、そう、なんかね、ちょっとあれのアニメが見とる。なんだい、僕のことかい。僕ドラえもんです、こんばんは。あ、大山信代の方なんだけどね。あの昔のやつで、わからない。システムですか。はい、ママのシステム。ママのシステムですか。ママのシステムは145になったり、誰がドラえもんやねん。どうもありがとうございます。ありがとうございます。もうなんかもう顔に描こうとしょる。ほんまに描くんですか。その横の店員さんがもう慣れたような感じですね。あー、もう全然全然。メイク終わりました。でもこの髪型の上ではなんかなんていうんですかね、子供だった、子供です。マジでよかったね。よかった。それでは皆さん乾杯。はい、乾杯乾杯。4人、5人ぐらいいてるんですけど、今日はちょっと一人だけご紹介させていただきます。はい、スタッフの和田健です。はい、よろしくお願いします。あの昔バックナンバーのガイドボーカルやってました。そんな中で今日歌ってくれる曲、何がいいでしょうか。著作権のない国歌斉唱。国歌斉唱いきましょうか。はい、お願いします。本当はね、歌うまい、ちゃんと歌いたいもあるんですけど、ま、はい、それは使っていきましょう。あ、ママが歌うんじゃないですか。ママの和田健でございます。そうだ、国歌斉唱します。かかって。はい、
ち皮膚弱いんで痛いんですそれも取ってるんですか。あ、もちろんですもちろんです私歯が弱いんよ。なんか牛ひげみてえなってる大阪生まれの香川県育ちです。で18歳で結婚してこっちに来ました。でこっちに来てすぐ離婚しました。で子供を一人育てていくのに、まあちょっともうね実家に帰ったら甘えてしまうのでこっちで残ろうと思いました。で全然右も左も知らない土地に残って自分で子供を育てていこうかなと思いやってまいりました。アメ神経痛になってしまいまして、その時にちょっともう色やっぱり一応女性なので顔がやっぱり変わってしまうとやる気が失せるので一回やめました、飲み屋を。で1年間飲み屋やめた結果、でも子供育てていくのにやっぱり飲み屋だなと思い、そしたら自分の力を試してみようと思いやり始めたのがここ花花です。それから14年、14年目ですね。だから離れてこっち来たその親に甘えたくないっていうのがうちは赤ちゃんの時に捨てられてるんです。で育ての親なんです。だから育ての親にも迷惑かけれんと思って独り立ちしたっていうこと言った方がよかった。あ、今ったですけどあ、これ暗い話じゃないんです。でも捨てられて、で育ての親に大事に育ててもらったので、ね、まあうちが18歳の時に母親が亡くなり、で母親の方がまだおばさんっていう血のつながりがあったんだけど、父親の方は全く血のつながりはないので、やっぱり離婚してその父親一人のところに帰るのはダメだなと思ったので一人で岡山に残ったという話でございます。まあ、もう分かってますね。でも本当にここ14年やらせてもらったんですけど、お客さん同士が仲間になるんです。お客さん同士基本ここはもうみんなが仲良くなってくれます。それだけ素敵なお客さんに恵まれておるお店でござります。自分で会社を建てた子なんです。でちょっと それも宣伝させてもらっていいやろか。あ、いいですよ。あ、じゃあお客さん代表でわたるです。どうぞ。顔入って入って大丈夫ですか。全然大丈夫ですけど、なん全然喋れんけど。自分の会社のどんな会社をやられてますか。あ、はいはい、この4月からですね、2022年の4月から株式会社マイセルフという会社を立ち上げまして、主にさせていただいていることはキッチンカーの製造販売というところで、今、まあ、まだ立ち上げたばっかりなんですけど、キッチンカーの販売をしております。全く経験も全くスキルもノウハウもないまま思いだけで退職して会社を立ち上げたというところでございます。サイモンママにいろいろアドバイスというか、ちょっとそうですね、もうめちゃくちゃ応援もしてくださって、いずれこのお店もキッチンカーみたいな感じで移動スナック移動スナックやりたいと思ってます。よし。そのためには皆さんの力が必要です。お待ちしてます。お店もともと歌好きのお客さん多いんです。で、その中でもやっぱり歌の上手い人が多いんです。で、うちもプライベートで歌が好きなので、歌うまの軍団みたいなこうチームを作ってて、そのチームの中からセレクトしたメンバーを今スタッフとしてしております。なので余計歌が広まっていきます。バカ笑いなんてしたことないです。いらっしゃいませ。本当にこんな感じなんですか、いつも。いや、いつもそうですか。ドゥーダーン飲み放題がございます。飲み放題2時間5000円になっております。焼酎、ウイスキーしかダメですけど2時間5000円になっております。その他はボトルをキープしていただいたお客様はセット料金が4000円プラスボトル代で、時間は無制限になっております。ビールばっかり飲まれるお客様はセット料金は2000円になっております。プラスビール代でございます。ビール代が10万になるか500円になるかはあなた次第。あ、1杯が500円になります。1本がそうですね、まあ、500円かな。
あ、だから、まあ、そんなに飲めない人は2000円の入場料みたいなチャージ払ってドア料、そうですね、それで、ね、スタッフの飲み物は別途になります、私はたくさん飲みます、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。撮れよ。撮れよ。さすがやな。よし、また。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン。チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。